を行います。写真撮影の際はフラッシュは禁止させていただいております。また携帯電話はマナーモードに設定してください。
事故か、お楽しみいただけましたか。第2回目のプロジェクションマッピングをこれで終了いたします。ありがとうございました。なお第3回目となります。プロジェクションマッピングの上映はこの後7時半から予定しております。皆様お誘い合わせの上、本部テント横の特設会場までお運びください。